こんにちは、一平です。今回はですね、こんな営業マン仕事できないのバレてますよっていう内容でですね、少し話していきたいなと思います。まあ何点かあるんですけどね、この経営者感覚というか、あの営業やってた人間から見てですね、こういうことをするとですね、あなたはできないと思われるんですよというですね、お話をしていきたいなと思います。今回第1弾なんでね、第2弾、第3弾とですね、やってみたいなと思ってますけども、今日ですね、一番最初にこれやると良くないですよ、仕事できないですよと、見られちゃう、一つ目からですね、お話していこうと思います。まず一つ目ですね、やりたくない仕事をですね、さも不可能なことのようにプレゼンする営業マンですね。今こういうことが会社に必要で、こういうことをプラスでやりましょうと、上の人間、まあ上司だったりとかですね、社長が、言った時にですね、こういう理由でできませんと、まあ大体ね、営業マン、口達者な人間が多いんで、それをこう正当化してですね、今自分たちは忙しいんで、こっちの優先順位高いんで、それをやるのは難しいですよと、プレゼンする営業マン、あなたかもしれませんねっていう感じですけど、意外とね、たくさんいるんじゃないかなと思います。周りだったりとか、自分の胸にですね、心当てて、聞いてみてもいいかなと思いますけども、こういう人ですね、僕が今まで見た中で何人もいますけど、ほぼできない人ですま、仕事にね、挑戦しないとか、新しいことにトライできない人なわけですね。仕事やってるふりとかはね、上手い人が、こういう人は多いんで、まあ、のらりくらりやっていく分にはですね、全然いいかなと、思いますんで、大きい会社だったりとか、自分が一番上に行った時にですね、そういう風になってる分には、まあ、こいつできねえやつだなって下に見られるぐらいなんで、全然いいかなと、思いますけども、まあ、ね、自分の、立場がまあどうなるかとか別にしてね。まあ年齢だったりとか含めて、こうある程度上の人がですね、下の人にこういうことをやろうよっていう時はですね、大体まあ期待含めてですね、あなたたちならできるんじゃないかとか、あなたならできるんじゃないかっていう期待も含めて、こう今の時代ではこういうもの、ないしはこういう新しいものが必要だからトライ、チャレンジしてみようよっていうのでこう投げかけてる人がほとんどだけですね。そこに対してできませんよと、できないプレゼンをですね、一生懸命する人、まあ、基本的にはこうマイナスというかですね、やりたくありませんよというところですね、こう大きくプレゼンしているようにしか聞こえないわけなんで、まあ、そういうことをですね、発信してしまうと、あ、こいつはただ仕事をやりたくないだけなんだな、新しいことに挑戦したくないだけなんだなというふうにですね、見られてしまいます。これ僕だけじゃないと思いますね。いろんな会社の人もですね、よく喋って、同じような話しますけども、大体こう何か、そこの、まあ営業マンだったりとか、スタッフ、こう、働いてる方ですね、がこう、向上心があるかどうかっていうのを見るときにですね、新しいこと、やるやらないは別にして、新しいことを提案したときに、それ一度やってみましょうかと。いう、こう、パターンの方とですね、もういかにそれをやらせないかのように、こう、プレゼンするかっていう、2パターン。で、まあ、もう一つぐらいはね、何も喋らないみたいな、透明になるっていう3パターン目がありますけど、まあ、3パターン目とかのね、人は、まあ、なんだかんだで、こう、始まっちゃえばやる方が多いですけどね、プレゼンするタイプの方はですね、あんまり良くないんじゃないかなと、思います。各言う僕もね、で、今までそういうのゼロだったかっていうと、若い時あったなぁと思いますね。だいたい自分で一度もやったことないことだったりとか、結果がイメージできないことっていうのは、誰しもね、怖いのはわかりますんで、今よりもね、どれぐらい忙しくなるかとか、結果が出なかった時にまた怒られちゃうんじゃないかなとか、いろいろなね、思いだったりとか、想像しちゃうんじゃないかなとは思いますけども、やってみようよと、言った人間がですね、まあ、だいたいこう、一番スタートの責任は取る立場にね、あるのかなと思いますんで、そこにですね、しっかり乗っかって、もうやろうと、やってみようと、で、想像よりも伸ばしてあげれるっていうのがですね、まあ、いい営業マン、いいスタッフになれるんじゃないかなと、思いますんで、この動画ですね、まあ、そんなに対してしっかり見ていただく必要ないですけども、こういうのやろうよって言われた時にはですね、こう、
いかにできないかみたいなプレゼンはですねせずに一度やってみるというところですね、心がけていただくと今よりもですね、もっともっと、あなた自身もですね良くなっていくんじゃないかなと、思いますので、一つ心留めていただけたらなと、思います。ちょっと短いですけどね、本日はこの辺で終わりたいなと、思います。ブログだったりとか、いろいろやってますんで、よかったらですね概要欄貼っときますんで、見てください。よろしくお願いします。ではまた、いっぺでした。バイバイ。